今日は久しぶりのいい天気です。屋根の雪も溶けました。こんにちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日は天気がいいのでお出かけしていきます。なんかエンジンの音うるさくない？なんか前に比べて音がうるさくなったみたい。自分で見てもわからないので、これからスタンドに行ってきます。今ガソリンも入れて、ついでに見てもらいます。やっぱりオイル？今週2本目の焼酎です。重たい。すぐ終わっちゃう。もう大変。今日もいいものを買っちゃいました。今日のおやつは何でしょう、今日は贅沢にきねつき仕上げ塩豆大福でもエコだねこれが私のおやつです。しゅうしくんはお酒あるからいいもんね。どうやら四駆のトランスファーというところのオイルが漏れていました。とちょっと大変な感じなので、今度ディーラーに持って行って直してもらいたいと思います。それではさよなら。さあ、重たい焼酎持って帰りましょう。